こんにちは、トミックネットトミックです。突然なんですけど、皆さんにねちょっと報告しなきゃいけないなっていうことがあるんですよ。俺からしたら結構重要なことなんですよ。本当にこの急な話なんだけども、引っ越します。まあみんなからしたらぶっちゃけどうでもいいかもしれないんだけども、俺はねここに引っ越してきて約1年経つんだけども、俺がねここで引っ越さなきゃいけない理由って大きく2つあるんです。まず1つ目、家に来るんだよね。多分 YouTube 見てくれてる子なんだけども、家に来ちゃうのよ。まあ、どこで俺の家を知ったのかなと。あとね、小学生ぐらいかな、あのベランダ、俺4階なんだけども、ベランダとかの多分その下下道からトミックウェーイみたいなこう叫ぶんだよ。まあね、同じ目に遭ってる人って俺だけじゃないと思うんだよ。どうなんだろうね、あのね、俺もひっくるめてそうなんだけども、迷惑なんだよね。愛情は受け取るけどもね、もっと違う形にしてほしかったなっていうのが俺の意見。2つ目、最近こう動画とか撮ってても、お鍋とかやっててもね、なんか知んないけど俺声でかいらしいのよ。で、そう話してると隣から壁ドン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 ピーンポーン、うるさいんですけどみたいな感じで家に来ると。正直ね、まあそれもあってかね、恥ずかしい話ね、強制退去になりまして YouTuber の宿命だよこれが。宿命、 YouTuber の宿命なの。うるさくして強制退去っていうのは YouTuber の宿命なんだ。強制退去か、ついにこの時が来てしまったか。特に一人暮らししてる人たち、強制退去には気をつけな。3月か4月に新居へね引っ越そうとも思います。このね、この空間とこの部屋の空間、もう1年という短い時間だったけども、この部屋で撮った動画の数々っていうのはベストマッチだったんだよ。この部屋の広さといい、この色もろもろ的なの。いや正直引っ越すのはすごいもったいない。この部屋を引っ越したくはないけども、引っ越さなきゃいけないんだって。まあどこに引っ越すかはまだ本当にもう分かんないんだけども、今までのようなねことが絶対起きないような壁ドンも来ない、この今までのデメリットをカバーした家をね俺は今探している。そんな感じでこの家とおさらばしなきゃいけないというね悲しい報告だ。まあみんなからしたらねどうでもいいかもしれないんだけども、俺からしたらね大事な報告なんだ。引っ越したらその家でまだ会おう。バイバイキン。あ、多分隣がねわけわかんないんだよ。隣が本当にわけわかんないのぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンお願いします。パソコンの方は下のチャンネル登録ボタンクリック。